の桐生のおじきが親殺しをするなんて何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ、間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんですか。さあ、見てねえが奴がどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね、今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。そんな嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺が由美を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。え、俺が役立たずだって言いたいのか。いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか。食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え、この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやす。Thank you.
で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を初耳です。いやかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！搭乗会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は搭乗会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いっか？会長、三代目、会長。はい、ということで今ちょっと音を今消してるんですけども、稲葉さんのちょっと曲が入ってしまっているということで著作権に引っかかってしまうので、こちら曲を消させ音自体をちょっと消させていただいております。はい、今ちょっと風間さんのお手紙来て、仮釈放を許されたということで、やっと10年からの10年ね、ずっといたんですが、やっと解放されて、東京に今向かっているところでございます。で、スターダストを探しに行くとこじゃないですかね。はい、ということで、ちょっと申し訳ございませんでした。情報通の田村はまだ町にいるだろうか。奴なら何か知っているに違いない。はい、どうも、マッサンです。あ、ちょっと探してみるか。情報屋を探せということで、はい、どうもマッサンです。ということで、マッサンチューブがお送りする龍が如く極み、続きやっていきたいと思います。あ、話す野次馬、なんかさっきから手、なんかさっき天下一通り銃声が聞こえたんだよね。空耳だったのかな。ということで、空白の10年ということで、この話に今回新しく追加されるムービーが多分あったと思います。多分さっき錦が女性に向かって叩いたところがあるんですけど、あれそこが新しいシーンだったかな。本当に久々なのでどういうとこだったのか忘れたんですが、多分ここら辺のとこ話に新しいムービー話が、出てくると思います。もうさっきので出てきているのかどうかはまあ覚えてないのであれなんですけども、ということで、スターダスト懐かしいな。今の話だとスターダストなかなか出てこないんですけどね。ここはスターダストですね。あ、でもまだその前に
ターダストの前にあれだね。ちょっと待て。ん？あ。もうやっぱりキリュウちゃんやったんか。マジマの兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を。なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。ああ、そういえばそんなこともありました。もう10年も前ですからね。それやというのにお前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。どんだけ喧嘩したいん。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由はない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうと。平和ボケしたアホンがのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんね。俺がその平和ボケしたアホだと。もうそうちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんね。力で証明してみせろや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。よっしゃ来た。来い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 、うわ来い来い、おいおい、あ、やべ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 やだ、やべ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 、ちょっと待て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 、オッケー、待て待て、怖い、超怖い超怖い超怖い、やばい、やだやべ、待て待て、回復とか持ってないよ、回復薬とか持ってない、回復薬、危ない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 、やばい、やばい、ちょっとちょっと待って、能力強化できるじゃん。ずっとやってなかったな。どうしましょうどうしましょう、どうしましょう、ね、どうしよう、体力増加ちょっとしといて、
あげます。まあ、一つずつあげるか。あ、もうないか。待って。いやー、うっそー、しまったな、やばい。あー、待って。いや、ちょっと待って。いや、うそうそ。待って、ちょっと待って、うそうそ。あー、だー、そうなるよねてか、全然思うように動かない。完全に今のスタイルが弱くなってる気がする。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない。どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロチはあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよ。ほな、期待しとるで、キリュウちゃん。能力強化について、収容された、収監されているのかな、10年間の間に桐生は多くの技を失ってしまいました。あ、だからやっぱりそのやりづらかったんですね。で、しかしその技の数々はポーズメニューで能力強化、あ、さっき僕がやったやつです。で、サブストーリーをクリアしたりとすると、その経験値とかでまたそれをもらえると。で、桐生の伝説の男をたらしめる、堂島の竜、さっき使ったスタイルで、経験値を使用しても取り戻すができない。で、そこ、今回これあれなんですよ、新システムのどこでもマジマ、今回これがちょっと関係するんですけども、今回その堂島の竜のスタイルが非常に弱くなっていると、さっきちょっとめちゃくちゃ使いづらかったんですが、おい、あんた、あ、喧嘩売られた。見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。ああ、田村ってやつを探してんだ。正直に言ってやった。はあ、田村ってあの情報屋みてえなやつか。さあな、探せばいるんじゃねえのか。そうか、じゃあ用はない。じゃあ、ちょっと待てよ、おっさん、なんで田村探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな、ちょっと痛い目にやってもらうぜ。しゃあ、じゃあ弱くなったからここで育てよう。で、さっきのちょっと説明の続きになるんですけども、あ、ちょっとスタイル変えよう。さっきのマジマ、どこでもマジマっていうのがあっ
って、多分まだ後ほど多分正式的に説明が出てくると思うんですけども、やばい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 、そのどこでもまじまっていうシステムを使ってやると、そのスタイルが上がっていくとらしいです。やーべ、やばいやばい、下手くそになってる。いやスタイル変えた方が、よし、チンピラモードがやばい、オッケー、オッケー、いやー思ったよりダメージ食らっちゃった、やばい。まいった、あんた何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんだ、まあいい。ならお前この辺の情報屋の一人や二人知ってんだ。ええ、まあ今この辺で有名な奴は青木って記者。青木、劇場前の広場に今日もいた。わかった、お前も下手な真似すんじゃねえぞ。ははい、さあ行こう。じゃあ劇場前、走れ走れ走れ走って、走って、ここにいる、いた。あ、走りすぎた、ガイガイガイ、ごめん、喧嘩する暇はないんだ。お前青木か。ん、あ、桐生さんですか、堂島組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村の奴はどこに行っちまったんだ。そうだね、田村のどこ。いや田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え、なんで。田村さん10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなかわいそうに。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。
そう、スターダストについて。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。キリュウさんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐにわかります。他に聞きたいことはありますか？そうだな、セレナはどうしてる？セレナってまだあるのか？セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか？ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。なるほど。時間があったら行ってみたらどうですか？他に聞きたいことはありますか？あとはそうね、中道通り。中道通りで何かあったのか？ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東条会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。何？幹部？あのピストル音ね。警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。人が話してたけど、ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ？いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか？いや、以上だ。そうか、ありがとう、助かったよ。いえ。ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。はい、ということで情報は知ったってことで進めていきましょうか。なんか光ってるものがある。調べる調べる。おお、コインロッカー。そう、このコインロッカーの鍵集めていくと、コインロッカーちゃんとあるところに行って、その中にアイテムがあるみたいなんですね。これは変わってないみたいですね、当時の時とは。で、さっきのスターダスト行こうとしてたんですけど、あそこ、さっき僕が行こうとしてた場所にスターダストっていうホストクラブがあります。お、コインロッカー、これはまた後で開けに行こう。ちょっと寄ってきませんか？さあ、おめえ何してんだ？店に何か用があるんですかね？オーナーのカズキに用があるんだ。懐かしい。どこの組のやつだ？あ？島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ？俺はカズキを探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺！一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んであがる？カズキさんに何しよってんだ？おいおい、別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよこれ。ヤクザって言え、何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくともカズキさんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザにカズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。き
た、懐かしい。名前誰だったっけ、なんかカタカナ見やってやるぜ。ホストっていう名前、なんだっけ、名前忘れたな。タクヤだっけ、あれ、よっしゃ、来い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 、あ、やばい、やだ、おい来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 い、オッケー、おい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 、四角、危ない、いや、いきなり来るな、ボタンアクション、あ、やべ、回復してない、なんか溜めとる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 、あ、よっしゃ、くそー、ゆうや、あ、ゆうやだ、何やってんだお前、人持ち違い、このヤクザが、拓也とゆうや全然違う、二持ち違いだ、道島の桐生さんですか、ええ、失礼しました、そうだ、ゆうだ、ゆうやだ、ゆうや、全然拓也じゃねえわ、どうぞ中へ、そうだね、そういう、そうだね、もうスターダストの出会いはこういう始まりだったもんな、やっぱ、あ、懐かしい、ね、てかやっぱ画質がやっぱ綺麗になってる、あとなんか広くなった気がすんな、なんか画質が綺麗になってて、あと久々に見たからかな、カラカラって、いや懐かしい、あ、懐かしい懐かしい、すいませんでした、あ、懐かしい懐かしい懐かしい、この感じ、いや俺のミスだ、本当に何てお詫びすればよいか、気にしないでくれ、それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ、ええ、ゆうや外してくれるか、はい、風間さんにはこの店開いた時から世話になってます、みかじめも取らず商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです、今この店があるのもあの人のおかげです、そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです、大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって、なんか組の方には秘密ということで、そうだったのか、それでおやさんは、先ほど連絡したんですが例の会長の件で身動きが取れないと、会長の件、何があったのか、そ、何があった、東条会三代目世良会長が、世良会長殺されたんです、え、何、何、昨日の深夜のことです、犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき、何が起きてるんだ、わかりません、ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです、堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました、他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです、誰だ、それは、おら、オーナー出さんかい、わあ、騒がしくなったぞ、あ、そうだ、あの、ちなみに世良マサルが会長になったのがなぜなのかは前作のゼロが物語で描いてくれてますので、ぜひ気になった方は買ってみてください、それでは話しましょう、すみません桐生さん、これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい、島野さんのところの方ですね、まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから、てめえら、みかじめせびりに来たんだろ、いいよ、今日は飲みに来ただけやから、嘘だ、酒飲ませろって言うとるだけやろが、島組の連中は本当、大事な客人が来てるんです、今日のところはこれで、
参ったな。ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや、クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソ以下だ。なめんなクソガキ。ゆうや、なんやお前は。和樹、ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ。もう10年も みんなの前にいなかったから、もう暴れたい放題だな。キリュウ、助けてくれる。ゆうやとカズキ、おいおいおい。あ、あー、ちょっとオッケー。あー、うっそ、なんかごちゃごちゃになって。おいおいおい、オッケー、スタイル変えようぜ。あー、うっそ、おいおい。なんか火薬剤とかなかった。あー、あった、火薬剤欲しい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 、ありがとう。タグネスで他にありません。あったあったあった、スタミナ X。 OK OK。 おい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 、よく壊したいスタイル。 OK、 あ、壊したいスタイル。あー、やばい、あ、ドスに刺された。どうしよう、待って、どうしよう、これじゃない、とりあえずなんかちょっとなんか取得したい。まあいいや、これと適当に。と。あ、これさ、これ3ついるわ。じゃあ、これは？これでいこう。壊し屋スタイルの方か。で、だよ。でだよ。これでいいんじゃない？いや、壊し屋スタイル結構動きづらいんで、ちょっと変えます。おい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 、チンピラスタイルに変えて。あ、あああああ、もう邪魔しないで。あ、クソ。オッケー、えいえい。オッケー。おりゃ。あと一人、高橋だけだ。おい、いや、なんかため、うわ、回復してる。オッケー。おい、ナイスコンビ。や、おい、回復してる。おっしゃ、道島の組長を殺して無所行った。暴れるよ。
こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。キリュウさん、お田中のおじけ、シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。かっこいい、シンジ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな。本当だね、たくましくなった。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。え、どういうことなんだ。なぜだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ、まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。多分なんですけど、あのシンジの声の人、あの銀玉の坂田銀時の声の人かもね。話すシンジに。10年ぶりのシャバだったのに早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え、俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。まあそんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました。実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、東上会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。わかりました。準備はできましたか。いや、ちょっともう少しかかる。そうですか。では準備ができたらまた声をかけてください。わかった。さあ、ということで時間もちょうどいいところなので今回はここまでにしたいと思います。次回は、この続き、その葬儀場で大暴れすると思いますので、ぜひご期待ください。それでは、ほんじゃーな。